公園内の豊平川15島公園は札幌市南区富士の108地先にある公園。札幌市を流れる豊平川流域近くにある。石山地区よりは上流であるが、上山系よりは下流に位置する。水地遠足のスポットとして札幌市民に定評がある。園内設備としてゲートボール場が整備されている。また、八重桜が植えられている。会場は、 4月中旬より11月上旬までの決まった日となっている。水事広場の利用については2012年では6月初中旬から10月までとなっている。また、川の増水中は使用できないこととなっている。ダム放水事故犠牲者の慰霊碑、武家萌岩ダムの放流水による事故は1973年10月18日に発生した水難事故。 モイワダムの放流水によって増水したとヨヒラ川に、水自遠足中の札幌市立柏区中学校の生徒が流されて2名が亡くなった。公園内にはこの事故で犠牲となった2名の慰霊碑が、札幌市立柏区中学校、混流規制会によって1974年10月に、混流されている。最寄りの停留場は超鉄バス、15等公園、停留場。 1959年6月21日から1969年10月31日まで、上山系鉄道の15等公園停留所が、資金で営業していた。ありがとうございます。